ビバンの考察です。最終回直前考察ということで私も考察の結論をちゃんとねはっきりとね出した方がいいと思いまして「ノッコルは裏切らない」という考察です。ノッコルが裏切る裏切切るらないいってのは非常に難しいんで,すよ、ね、で考察してる人とか YouTuber さんもね「ノッコルは裏切る」と。 いう考察してる人もいるし裏切らないと考察してる人もいてもう結構意見分かれて半々なんですよね分かれてるんですよねでアンケートもねチャンネルでしてみたんだけど残るは裏切る裏切らないがまあ、ほぼね半々なんまあ二つに分かれたんですよ意見がでも私は裏切らないと結論しますはいえこれのね根拠理由なんだけど残るはのぎに嫉妬してるのは事実だがベキとの絆を信じますべきは0歳の赤ちゃんの残るをね えまあ、拾って育て育た言い方は悪いけど残りのお兄さんから託されたっていうか残りのお兄さんが、ね、弟にご,ご飯食事食べさせてあげてと言って死んでいった衰弱して死んでいったそしてベキが赤ちゃんを探したら赤ちゃんがいたそしてベキは赤ちゃんを育てることにしたベキは乃木雄介を失ったばかりだったんですね。ベキはですね野木雄介は 乃木裕介が死んだと思っていたと。ベキは乃木裕介を探し回ったけど結局見つけられなくて死んだと聞かされたと。で実際は乃木裕介生き,て生きてたんだけど結局あのその死んだと聞かされてまあそこでね、えー、信じてしまったんですよね。まあああいう状況じゃ仕方ないですよね。でベキの心理としては自分の息子 乃木佑介を失って、もう生きる。希望もなくなっていたとそこに。残るという赤ちゃんがこう出てきてで育てることにした。生きる希望べきの生きる希望は残るを育てることになった。ゆうすけの代わりに残るを育てるみたいな心理がありますよね。で、結局残るは。 35歳という設定ですよね。35年間の付き合いですよ。血がつながってなくても。なので、愛情がありますよ。べきとノコルには愛情があるので、ノコルはいくらのぎのことを嫉妬してても、べきは裏切らないと思うんですね。なので、ノコルは裏切りません。じゃあ、誰が裏切ったか。フローライトの情報、誰が漏らしたかというとですね、フローライトの情報が漏れた件は、 ゴビとワニズが裏でつながっていると、このように考察しますね。はい。で、えー、ワニズと西岡の会話を盗聴した野崎ですね。えー、野崎は盗聴するんですね。野崎がですね、第2話で最後にやることができたと、ちょっと抜けると言って、えー、こうね、どっかにいなくなったでしょう。あの時に、まあ大使館に、 盗、まあ、盗聴器あるいいは盗撮機を仕掛けたととうことですねで、まあ、例えばですよ、えー、西岡大使とワニズが、まあ、こう大使館で会ってまあ喋ると密談するとそこをね、えー、盗聴するということですね例えばそういう大使の、まあ、部屋とか会議室,室とかね、まあ、盗聴器を何箇所かに仕掛けるとでその会話を聞いて、えー、こう判断すると ワニーズがフローライトの利権をね、えー、のことで日本とまあ癒着してるということが分かるわけですね。で、フローライト、バルカは資源が豊富なので、フローライトがまあ発掘できるんですね。ただ、バルカは発掘技術っていうか、そういう生成技術っていうのがまあないんで、日本に頼らなきゃいけない部分もあるんですね。なので、バルカと日本っていうのがウィンウィンの関係ですね。癒着して バルカが優先的に日本に資源をね流してそして日本でそうやって日本の技術をこう使ってね、えー、こう開発とかまあ発掘にね協力してもらうというような関係性なんですね。でそれをですねまあ、ワニズ島にしようかがまあ癒着関係まあそしてバルカと日本の癒着関係ですね。そういう裏の部分 をつかむわけですね、野崎はね。はい。まあ、これがね、真相なのではないかと。で、別班の4人が生きてるという情報を送ったのはですね、これはですね、誰がやったのかというか、これはね、野木がですね、野木と野崎の連携プレイではないかということですね。別班の4人が生きてるという情報を送ってですね、それをベキに知らせてですね、野木は、 別ッを裏切ってないということをね、べきに知らせるという。で、べきもですね、乃木がですね、裏切り者でないということを、まあ、知ってですね、乃木はまあ、あの、ロープで縛られてますけども、べきはね、乃木のロープを切ってあげてね、はい、そういうふうになると。で、乃木がまあ野崎と連携してね、ハッカーの太田に、 テントのモニターを装って送信してもらったということですね。映像をね。えこれがですね、事情だと思いますね。はい。でですね、あの、コメントもいろいろいただいてるんですけど、え、ある程度テントの中で自由に動いていた乃木が、果たして簡単に睡眠薬を飲まされ、ロープで釣り上げられてしまうものであろうかと。あれ、そうなんですよね。乃木がこう目が覚めたらいきなり、 ロープで吊るされてるんですよね。だから、なんか飛ばしてるんですよね。何かこう、例えば食事か飲み物にこう眠る薬ねを入れられて、眠っちゃって、そこをこう縛られたのかなっていう、そういうシーンが省かれてるんですよね。うん、だから、乃木の能力ならすべて察知して、あえて逆らわずに、こう縛りつけられることも、乃木は想定済みみたいなね。 まあそこまで考える必要もありますよね。はい。あとですね、えー、まあ、メタ考察ではないんですけども、あのー、ジャニーズの二宮さんが悪役をするだろうかみたいなね、まあ、そんなね、あの、ご意見もあるんですよね。要するに、ノーコルが裏切ると、演じてる二宮さんが悪役になってしまうと。ジャニーズに忖度して <laughs>、 二宮さんもそんそな悪い役にするだろうかみたいなそんな考察も出てましたけどまあどうなんですかね。でもジャニーズの人が悪役やることだっからまあ二宮さんがジャニーズだから悪役はやらせないだろうということで残るは裏切らないだろうという、まあ、こういう考察も出てたんですけどちょっとこれはですねうんちょっと私も根拠は薄いのかなって。 っていうのは確かにジャニーズのタレントさんはこう忖度というかね優遇されてるというのはあるんですけどね。あとねコメントであったのはフローライトの情報を漏らしたのは乃木の F 人格なんじゃないのかみたいなコメントもねありましたねうんあなるほどと思いましたねただまあその考察もなるほどと思ったんですけど私はねまね ちょっととと違ううかなみたたいいいに思いましたね、はい、ということで最終考察というか結論考察ということで「えー、私は残るは裏切らない」と「残るを信じるべきとの絆を信じるべきが残るをね、えー、ずっと35年間育てたと」と血はつながってないけど親子ですので、えー、裏切らないと私は思いますというか「信じたい」ですこれは私の感情ですね。えー、そういういい展開にはななってほしくないと はい、いうことですね。はいということでえー、考察を終わります。当たってるといいですけどね。答え合わせは日曜日の、えー、最終回となりますね。はい、ということで、今回の考察を終わります。ご視聴ありがとうございました。